久保さん。貧乏の瓶にしましょうか。まあバランスですね。うん。まあ僕も行き着いたのはバランスだと思います。うん。まあなんで、その、その、その人間は感情の生き物なんだけど、どじゃどういう時に感情が発生するのか。例えば、羨ましいなっていう感情とか、妬み、嫉妬とかね。なんか、なんかそういうのって、 自分が例えば、まあね、僕の家は貧乏だったんで、ずっと軽自動車だったんだけども、普通の乗用車乗ってる家族見ると、なんか羨ましいなって、うちはなんで軽自動車なんだろうと思ってましたけど、もし自分の家がずっとフェラーリとかベンツだったら、まあそうは思わないですよね。逆に、なんで軽自動車乗ってんのみたいな。なんであんなちっちゃい車乗ってんのみたいになるだろうしね。 だからバランスだと思いますね。自分のポジショニングがどこにいるのか。で、自分のポジショニングがどこにいて、で、どこから何を見るのかっていう。でも、その見方なんですよね。ここのポジショニングだ、例えば貧乏、お金がないっていうポジショニングだけども、どこを見てるかによって全然違うし。例えば、貧乏だったとしても、見ているものが自然を見ている。自然を見るだけで幸せを感じれるんだったら、別に何も感じないですよね。 まあ、ゆ、豊か、豊かというか、心は豊か。まあ、経済的に豊かと言われると豊かじゃないかもしれないけれども、精神的な豊かがめちゃめちゃあるんですよ。見てるところが自然なんで。だから、バランスが取れるんですね。要は、確かに、まあ、家はちょっとボロいかもしれないけど、いつも見てるのは自然を見てゆあの、気持ちよくなってると。バランスが取れてるんですだけど、その、うん、バランスが崩れてる人っていうのは、 なんかそういう感情がこう動いてしまうってことですね。だ常にその平常心というか、うん、まあ僕がね、あの、すごい面白いなと思ったのが、あのー、これね、億万長者合宿で話したのかな。「千の風に乗って」。あの、千の風に乗ってっていうね、昔すごく、これいつだ ?2006 年か。秋川さん。こう、千の風に乗ってっていうのはすげえ売れたと思うんですよ。 で、この秋川さんが何かのテレビに出てて、この歌うときどういう意識で歌ってんのかっていうのがすげえ面白くて、普通その歌を歌うときって感情を込めてね、拳を入れたりとかね、するんだけども、この線の風をになって歌ってる人は、何もこう感じないっていうか、フラットに歌うっていうことを意識してますみたいな。感情も入れないし、とにかくフラットに歌うと。 で、フラットに歌うことによって多くの人に伝えることができると僕は思ってるんで、できるだけその感情を入れないで、フラットに伝えていく、フラットに歌うっていうことを意識してますっていうのを聞いて、面白いな、みたいな。すごいな、と思ったんですよね。うん。だからまあ、コントロールして、まあ、平常心みたいなね。正常みたいな。だからそのバランスが崩れると、平常心が崩れてる。でもバランスが合うと、正常でいられるっていうね。正常を保てる。常に正常を保てるから、えー、 冷静な判断、ジャッジメントができたりとか考え方ができると。でも、バランスが崩れて、平常心じゃなくなると、なんか変な、土地狂ったことをやってしまったり、考えてしまったり、行動してしまったりするってことですね。うん。だから、平常心でいる、バランスを保つ、えー、感情をコントロールするってことは、生きていく上で非常に大事なことかなと思いますね。あとは、どこを見るのか、どこを考えるのか、そこによって変わってくるし。だから、それを分かっていれば、逆に言うと、じゃあ、今はここを見ようとかね。 なんかその、その見る場所もコントロールできるし。うん。あこれね、結構大事なとこだと思いますね。いってらっしゃい。